こんにちは、月島です。今回はスタジオ1に付属している標準プラグインのチャンネルストリップをレビューしていきたいと思います。無料で提供されている DAW のスタジオ1プライムにも付属しているプラグインです。 DTM 初心者の方も使い方が気になると思いますので、細かく見ていきます。目次です。各セクションと使い方、音源にかけてみる、最後にまとめと次回予告です。ローカットでは不要な低い周波数をカットすることができます。楽曲のミックスにおいて低音に音が重なってくると、マスキング効果というものが発生して、お互いの音を干渉して打ち消してしまいますので、適切に不要な低音をカットします。つまみで周波数を設定すると、その下の音をカットしてくれます。ローカットを使用しないときは、つまみの下の電源ボタンを切っておきます。操作するつまみは一つで、右に回してパーセンテージを大きくするほど圧縮が強くかかります。圧縮量はミキサーのところに表示されるゲインリダクションメーターで確認できます。4から6デシベルくらいに圧縮するのを目安に、コンプレスつまみを操作すると良いと思います。スロー、ミディアム、ファーストのボタンがあります。これらはコンプの反応速度を設定するボタンのようですが、アタックかリリース、もしくはアタックとリリースのどれを操作できるのかは不明です。音源にかけながら効果を確認してみます。まずはコンプレスのつまみを操作しながら再生してみます。だんだん圧縮を強くしていきます。再生します。100% にするとかなり強く圧縮がかかります。次は反応速度のボタンを切り替えながら再生してみます。コンプレスは 38% にしました。再生します。使用してみた感想は、内部でのオート処理が優秀だと思いました。しっかりとコンプレッサーがかかっています。エキスパンダーはコンプレッサーの逆で、小さい音をより小さくしたり、音をタイトにする効果があります。こちらも一つのつまみで操作します。音源にかけながら効果を確認してみます。エキスパンダーがだんだん強くかかるようにつまみを操作します。再生します。このような感じになります。イコライザーはロー、ミッド、ハイの3バンドです。真ん中のディスプレイで設定した数値をグラフで確認できます。ロー、ハイはシェルビングタイプのバンドです。指定した周波数の上もしくは下を持ち上げたり下げたりする設定をすることができます。ミッドはピーキングタイプです。ディスプレイ右上にあるアダプト Q を押すと Q 幅の選択ができます。
このプラグインを通過した時の音量を設定します。コンプレッサーで圧縮をしたり、イコライザーで音源をカットした場合は、プラグインを出る音は小さくなります。また、イコライザーで音源をブーストした場合は、音量が大きくなります。そうした場合に、ゲインつまみでできるだけ元の音量と同じになるように調節します。オートというボタンがあり、オートゲインが装備されていますので、慣れていない場合はオートに任せてしまうのも良いと思います。ドラムはコンプレスを 35% にしました。これで4から6デシベル圧縮します。エキスパンダーは 100% にしています。EQ の設定はグラフの通りです。バイパスの音と比較してみたいと思います。再生します。このような感じになります。次はベースの音源にかけてみたいと思います。ドラムに低音を譲りたいので 40Hz 以下をローカット。コンプレッサーで 6dB くらい圧縮するために調節したところ、コンプレスは 75% になりました。EQ の設定はグラフの通りです。バイパスの音と比較してみたいと思います。再生します。このような感じになります。次はエレキギターのトラックです。70Hz 以下をローカット。コンプレッサーで 6dB くらい圧縮するために調節したところ、コンプレスは 90% になりました。EQ の設定はグラフの通りです。バイパスの音と比較してみたいと思います。再生します。このような感じになりました。ドラム、ベース、ギターをまとめて再生して、バイパスの音と比較してみたいと思います。再生します。このような感じになります。やはりプラグインをかけた方がグッと音が締まって前に出てきます。私は DAW に付属する標準プラグインを積極的に使用していきたいといつも考えています。
このチャンネルストリップは少ないつまみで操作することができますので、意外と使いやすいプラグインだと思います。特にコンプレッサーは一つのつまみで操作できますので、急いでいる時などは便利に感じます。ヴィンテージコンプのテレトロニクス LA2A も一つのつまみで操作するような形ですので、それと同じと考えれば悪くない仕様だと思います。トラックのところにゲインリダクションメーターが表示されますので、どの程度圧縮しているかも確認できます。また無料で提供されているスタジオワンプライムを使用している場合、コンプレッサーとイコライザーはこのプラグインでかけていくしかありませんので、この動画を参考にしていただければ嬉しいです。次回はプロツールスに付属するチャンネルストリッププラグインを見ていきたいと思います。細かいところまでしっかりとパラメーターを操作することができるプラグインです。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。